その一方でケニーらを追跡するイケニーはレイス家の地下洞窟から脱出した際に重傷を負い、今まさに死の淵にあった。卑怯で臆病なロッド・レイスに代わり、先代の当主から王の力を継承した弟は名をウーリと言った。この世に俺より強い奴がいるなんて思いもしなかった。ウーリは圧倒的な力でこの俺をいとも簡単にねじ伏せた。それほどの力を持った王がこの俺に頭を垂れたんだ。俺はその場で力になりたいと伝え、ウーリはうなずいた。アッカーマン家への迫害が終わり、俺は妹を訪ねた。そこで死にかけのガキに出会った。リヴァイだ。親に代われるほどできた人間じゃねえ。俺はただ奴に地下街で生きる術を教えた。リヴァイと別れた頃、すっかり追いさらばえていたウーリは、いずれ自分の力がロッドの子たちに引き継がれると語った。その力は神にも等しい力だ。もしも手に入れれば、俺でもあいつと対等な景色が見られるかもしれねえと思ったんだ。大やけどにその出血、あんたはもう助からねえな。いいや、どうかな。ロッドのカバンから一つくすねといたやつだ。どうもこいつを撃って巨人になるらしいな。ひとまずは延命できるはずだ。それを撃つ時間も体力も今よりかはあったはずだ。なぜやらなかった？ああ、なんだろうな。俺は死にたくねえし、力が欲しかった。今なら奴のやったことは分かる気がする。はあ。俺が見てきた奴らみんなそうだった。酒だったり女だったり神様だったりもする。一族、王様、夢、子供、力、みんな何かに酔っ払ってねえとやってらんなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。あいつでさえも。お前は何だ、英雄か？ケニー、話せ。初代王はなぜ人類の存続を望まない？知らねえよ。だが俺らアッカーマンが王政と対立した理由はそれだ。俺の姓もアッカーマンらしいな。あんた本当は母さんの何だ？バカが、ただの兄貴だ。あの時なんで俺から去っていった？俺は人の親にはなれねえよ。ケニー、真の
ストリア女王。本当にやるのか。うん、やる。殴った後で言ってやればいい。殴り返してみろって。お前な、ヒストリア恨んでないならやめとけよ。ありがとうな。